もうあっち行ってよ。好きなことするなとは言ってないよ。分かってます。ふーん。で、早くバイトしろって。お父さんの言う通りだ。バイト辞めてどのくらい？もうすぐ4ヶ月かな。実家だから危機感ないのよ。私一人暮らしだから4ヶ月仕事なしは致命的。家賃払えなくなっちゃう。だよね。早く見つけた方がいいよ。うん。求人誌もらってきちゃった。ん？なんだこれ。ピンクの、ん？でもなんかかわいい。もらっちゃおう。よいしょ。おう、おかえり。今日求人誌もらってきた。そっか、バイト見つかるといいな。そうだね。ああ、お父さんなんてライオンになっちゃえばいいのに。なんてね。あ、ここ汚れてる。何？あなたの願い事、叶えてあげるわ。私はジーニー、魔法使いなの。何それ、うさんくさい。何よ、ちゃんと魔法使えるんだから。じゃあ早速。いやー、何、お父さん、お父さん、いやー、お父さん、どうなってるんだ。ね、うまくいったでしょ。着ぐるみよ、お父さん脱いで。痛いよ。本物。私は立派な魔法使い、あなたの願いを叶えてあげたのよ。信じられない。どういうことだ。こんなことしてって頼んでないわ。違うの。早く元に戻して。わかった。元に戻った。あなた本物なのね。誰なんだこの友達は。奇妙なことする人だな。私が奇妙ですって。近づかないでくれ。まあ失礼ね。もう怒った。やだ。なんてことだ。どうしよう。そうだ、お腹空いてない？なんか食べようよ。ちょっと待ってて。一緒にご飯食べれば機嫌直してくれるかな。まだ信じられない。はい、すごい。大抵の人は私を怖いとか変とか言うのよ。あなたも奇妙だって言ったし。すまない。その姿になって少しは私の気持ち分かってくれたかしら。君はとても可愛らしい魔法使いだと思うよ。お待たせ。みんなで食べよう。美味しそうだな。これがお寿司っていうの？うん。元に戻してあげる。えい。元に戻った。よかったね、お父さん。ピンクのボトルはジーニーの暮らす部屋。しばらくジーニーと暮らすことになりそう。それでは皆さん、またいつか。